当社の事業内容としましては、静止機械の設計制作になります。主にはその腰処理の原質工程、パルバーからマシン前スクリーンまで一貫して手掛けております。お客様にやはり多く使っていただいているのは無理エキストラクターという濃縮脱水機になります。腰なんですけども、ゴミとかを取るために濃度を 1% とかですね、薄くしてその中からゴミと原料を選別する、その後の工程としてまた 4% ぐらいに濃度を戻したいですよという時にお使いしていただいております。芦田鉄工より創業81年という形で長い年月が経とうとしております。お客様に支えられてここまでやってこれた様々なことがあったと思います。当社もその中で蓄積された技術や知識を生かして、やはりそれを恩返しとして生かすこと、また当社の方、夢がないものに関しては当社の方で設計でスケッチから設計制作をさせていただいております。製紙機械メーカーになりますので、ものづくり日本を活気づけるようなお手伝いができれば幸いと思います。